では、それでは、新型コロナウイルス感染症の、記念通知発生に伴う記者会見を行いたいと思います。市長から報告をよろしくお願いします。はい、本日、令和2年、4月8日になりますけれども、新型コロナウイルスの検査によりまして、本市において、同ウイルスに感染した方4名が確認されました。本市で感染が確認されたのは、これで計5例目になります。で、感染された方々のですね、早期の回復を心より願っております。で、今回ですね、県内在住では初めての子どもの感染が確認されたところであります。で、昨日の発表もありまして、小中学校、市内の小中学校では、新型コロナウイルス感染症が心配で、昨日休まれた児童生徒は21人おられました。昨日ですね。で、昨夜、県内初事例が発表になったわけですけれども、本日は74名の児童生徒さんが心配ということで、休みになられています。で、方針の対応としましては、このコロナウイルスで心配だという場合はですね、欠席扱いではなくて、出席停止という表現ですね、出席停止ということで、欠席にはならないという扱いにしておるんですけれども、そういった中で今、21名が74名に増えたという状況がありまして、市民にも動揺が広がっているというふうに認識をしております。で、患者の方、感染者の方の情報はですね、先ほどの県の発表の通りでありまして、市も県から情報をいただいているところでありますが、本市のちょっと学校関係のですね、方針を今から述べさせていただきたいと思います。先ほどの県の会見でもありましたとおり、濃厚接触者というのはですね、という方はいらっしゃらないということは確認しておるんですけれども、今回、日南市内の日南市立小中学校に関しましては、念のため、2週間の小中学校の臨時休業をしたいというふうに考えております。で、期間は4月9日木曜日の午後から、明日の午後からですね、午前中は今日時点でも、今日の夜の判断でありましたので、またね、前に投稿していただいて、その間、いろんな休みの説明等もあるかと思います。後で教育省に補足していただきますが、明日の午後から4月23日の木曜日までを考えております。で、この間につきましては、3月の臨時休業同様、仕事等がありまして、ご自宅で子どもが過ごせない家庭につきましては、学校で受け入れをすると。で、これはもちろん感染防止の対策をしっかりやります。誤解ないように申し上げますけど、今、開校している段階でもですね、学校再開でももちろんそういった対策を取っておるんですが、まあ一部、数名の子どもさんが登校されますので、しっかり間を取って、等の対応しながらですね、お子さんをお預かりをして、その後の学童保育についても通常通り行うということでございます。で、最後のまとめといいますか、市民の皆様にしっかりお伝えしたいことを述べたいと思います。で、昨日の記者会見でも申し上げましたけれども、今後の感染拡大を防止するために、市外、県外への不要不急の往来の自粛をお願いしたいと思います。で、外出する際は、3つの密である密閉、密集、密接の場面、場所の回避をお願いいたします。また、転入や帰省された方、県外に行っておられた方は、もちろん含むわけでありますけれども、帰ってこられてから、2週間程度、不要不急の外出の自粛をお願いしたいと思います。そして、こまめな手洗いと咳エチケットの徹底、そして毎日体温を測る検温ですね、検温の実施をお願いいたします。そして感染防止拡大のために、市公共施設の利用制限、市主催のイベントや集会との自粛も実施をいたします。で、保育所等につきましては通常通りとします。あと最後にですね、感染した方やその家族、治療に当たった医療関係者本人やその家族、特定の国の人に対する誹謗中傷や根拠のない差別的な書き込み等が SN 等で、これは全国の話でありますけれども、
全国的な傾向として見られるわけであります。で、昨日発表しましてから、本市においてもですね、不確かな情報に基づく、まあ、いろんな噂話等も現実起きております。で、それに伴ってですね、差別とかいじめ、こういったものは絶対あってはならないというふうに思っております。不確かな情報に惑わされて人権侵害につながることがないように、国や地方公共団体が発表する正しい情報を入手するように努めていただき、冷静な行動をお願いしたいと思っております。感染拡大は市民の皆様一人一人の行動にかかっております。市民の皆様へは大変ご不便をおかけしますけれども、ご自身の感染リスクを下げるだけでなく、周りの大切な方の重症化を食い止め、命を救うことにつながることをご理解いただきまして、ご協力をお願いしたいというふうに思っております。冒頭の説明は以上ですが、教育省の方から補足をお願いいたします。はい、教育省です。先ほど市長から説明がございましたが、昨日、まあ、家族以外に濃厚接触者がいらっしゃらないということでですね、本日通常で学校を開けました。まあ、そうしましたところ、先ほど市長から数字が申し上げられましたが、74名のですね、児童生徒が、まあ、欠席をしたということが新たに分かりました。まあ、この生徒については出席停止扱いということで対応をしております。明日のですね、午前中は具体的な指導をした上で、午後から臨時休校と休業という形にしたいと考えております。期間は4月の23日までです。その間、4月の16日に登校日を設けたいというふうに考えております。この間の対応につきましてはですね、また3月の休業時と同じように、学校を挙げてですね、子どもの安全な生活と、また学習等についてはですね、できる限りの保障をしたいというふうに考えているところです。まあ、家庭にもですね、ご無事をおかけしますが、また協力をいただきながら進めてまいりたいというふうに考えております。以上です。給食のことを多分ご覧の保護者の方も心配されているといけないので、明日の給食のことだけはお願いします。明日ですが、午前中で子どもを返しますが、給食の準備はもうできておりますので、まあ、明日の分まではですね、できておりますので、食事は取らせて返したいというふうに考えております。以上です。では続きまして、質疑に移りたいと思います。幹事社であります NHK 様よりご質問いただいた後、他の記者様にも質問いただきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、市長、昨日は通常通り学校をやるということでしたけれども、急に、まあ、臨時休校を決めたという最大の理由はどうだったでしょうか。はい、まず大前提として、まあ、今回文部科学省が示す基準等に照らし合わせますと、休校する必要がないということはですね、十分認識をしております。ご家族以外の濃厚接触者がいらっしゃらないということは確認が取れておりますので、まあ、通常であれば開校していいという基準であることは十分理解をしております。まあ、その中で、まあ、県内で初めてのお子さんの発生ということで、不安に思ってらっしゃる、保護者の方、お子さんもいらっしゃると思います。なので、まあ、今回、まあ、大きく踏み込んだ判断であることは十分承知しておるんですけども、念のために、安全安心をですね、確認するための期間として今回2週間の、休校ということを決断させてもらいました。また一方で、まあ、学校に行きたいというお子さんの声、今回学校が再開してですね、本当に嬉しいという声もですね、実際たくさん聞いております。そういった中では、今回感染拡大防止の対策を学校でしっかり取っていただき、体育館での活動はしないとか、さまざまな対処をしてもらったんで、非常に苦渋の決断ではあったんですが、今回一旦ですね、休校と2週間の休校ということをさせていただきました。
74人ですか、行政では急に休んだというのもやっぱり影響してますか。そうですね、今回そういった機能の発生、第一例が発生したということを受けて、不安に思われた方もいらっしゃったということも、今回の決断の一つ大きなポイントになりました。部活動につきましては、3月はですね、部活動を停止をいたしました。しばらくですね、3月の休業時と同じ対応をしたいと、まあ、いうふうに考えております。以上です。昨日通り、そっちの方は室内については、自粛で、屋外については3密を避けながら、いえ、臨時休業ですので、すいませんでした。室内も屋外も両方とも、そうですね、はい、部活は、はい、もうなくなるわけですね。それとあと、まあ、これは市役所に聞くべきことかどうかは分からないですけども、今回いきなり5人になってしまったわけで、でも日南にはその病床入れるですとか、確か4つしかないと思うんですけども、これどうされるんですか。先ほど県の会見でもありました通り、4床ということなんですけども、その4床を持つ病院の方でですね、プラスアルファの対応をするということで、そういったことに備えての準備をされていらっしゃったというふうに伺っております。なので今回、5名の患者の方の受け入れというのはしっかりできておるというふうに伺っております。で、これ以上ももちろん十分考えられますので、今関係の医療機関、これは県が主体となってもらいながら、市もしっかり協力しながらですね、これ以上の感染があった時の対応も今協議をさせていただいており、まあ、準備もしている段階であります。一応5人とも日南の病院で、に入れると。はい、その方にしっかり伺っております。はい、宮道です。昨日のですね、感染確定を受けて、まあ、市民からさまざまな不安の声が聞かれております。このご家族なんですけども、29日に日南に帰ってきてから、4月7日まで、外出を自粛していたということなんですけれども、買い物もせず、訪問客もなく、一切人と対面していないという、認識、つまり、昨日示されたような事実認識でよろしいでしょうか。この今日ですね、先ほどこの会見よりも30分ほど先に先立って行われた県の会見の方でありましたけれども、濃厚接触者はいないということで改めてありましたが、数回の買い物はされたということで、先ほど会見でも県の会見の方でご説明があったところであります。感染者に対するそういった聞き取りとかはですね、保健所の方でされてますので、市としては県から伺った情報のみになります。そういった中で、その買い物等は濃厚接触に当たらないということでの状況をお伺いしております。その外出されたということなんですけれども、これに関して市の方では何か調査、対応するようなことっていうのはあるんでしょうか。患者の聞き取りに関しましては、患者さんの方の聞き取りに関しましては、県の方で、されて、そういった医学的根拠を持って、そういった場所がどうなるかというところの判断をいただいているところであります。そういった中で、今、その立ち寄った場所によって、感染が広がることはないというような判断がされていらっしゃいますので、市としてはそれ以上の調査は、まあ、そもそもそういった役割分担の中で、市の方のうちは保健所も持ってない一般市でありますので、そういったところは県にお願いをして、県からいただく情報で対応していくということになります。まあ、本日もそうでしたけれども、さらにですね、市民の不安が広がっていくと思われますけれども、市としてはですね、市民の不安、払拭、まあ、この不安にどう向き合って、どう対応していく方法でしょうか。まあ、そういった観点からもですね、お子さんが県内で初めて発生したということをもって、まあ、基準とは違うんですけども、一歩踏み込んで、一斉休校という判断をさせていただきました。であとはもう感染を広げないためには、市民お一人お一人の
心がけをですね、お願いするしかないというふうに思っております。行政としてしっかり市民の皆様に呼びかけをさせていただきまして、もう一人一人が努力するしかない、こういったウイルスとの戦いでありますので、お声かけさせていただき、行政としてもできる対応をしっかりやっていきたいと思います。また一方で、感染拡大ということも十分考えられますので、医療体制づくりということにつきましては、これも県としっかり足並みを揃えてですね、しっかりとした対応をしていきたいと思っております。ありがとうございました。すみません、続けて宮西で申し訳ないんですが、今日の欠席者74名、昨日の欠席者21名、これの分母を教えていただきたいんですが、新入生は入ってない数字ですよね。はい、新入生はまだ入っておりません。分母、分母を教えてください、人数を。ちょっとお待ちください。昨日がですね、22名中21名です。あ、そうじゃないですね。計で3758名ですね。あ、全体の生徒ですね。小中高の。ですね、小学生が2153名、中学生が1605名、3758名です。ただし、新入生を除くということです。すみません、3758人新入生は含まれているんでしょうか。含まれていません。あ、新入生を除いた数字がこれということですね。はいはいはい、で、改めて市長にお伺いしたいんですが、昨日から、今日にかけて急激にこの欠席 の子どもさんが増えたということを、これについてはどう受け止めていらっしゃいますか。やはり県内、市内でですね、初めて発生したということについて、やっぱり不安に感じられた保護者の方がいらっしゃったんだというふうに、受け止めております。これの数が出るということに関しては予想以上だったんでしょうか。そうですね、まあ、予想、まあ、一定の数字が増えるだろうと思ってましたけども、まあ、具体的にまあ想定してた何倍とか何割増とかそういったことは考えてなかったとかありましたので、まあ、増えるだろうなと思っていた中で増えておったというふうに認識をしています。臨時休業を決断された一つがこの出席欠席者の急増ということなんですけれども、やはり、昨日の段階では大丈夫だということだったんですけれども、この増え方はやはり昨日の判断、ご自身の判断を振り返って、ちょっとやっぱり読み違えてたなとか、そういったことは感じてらっしゃいますか。その再開、まだ休校しないという判断はですね、この段階においても学校再開するという選択肢はまだ十分取りうる状況だというふうには思ってます。それは先ほど県の会見でもありました通り、濃厚接触者が家族以外いないと、特にお子さんとお子さん同士の接触はないというふうにお伺いをしてますので、まあ、十分学校をやっていいという状況だというふうには逆に思っております。その上で、やはり県内で初めてお子さんが感染したということの不安というものも市民の方あられるだろうと思いますので、今回念のためという表現をさせていただいておりますけれども、一旦学校を閉めさせていただいて、これ以上ないと、特にお子さんに関してですね、ないということが確認できましたら、2週間後しっかり再開をしたいと思っております。で、その時の状況なんですけれども、感染経路が特定できないような感染者が日南市に広がる状況があれば、まあ、なかなか再開は難しい状況になるかもしれませんが、2週間後、新たな感染者がないでありますとか、仮にあったとしましても、お子さんとの接触がない、感染経路がしっかり分かる場合等でありましたら、まあ、十分再開ということの選択肢も取りうると思っております。まあ、ただ、そこの2週間後の判断につきましては、その時に、さまざまな情報をですね、勘案しながら、総合的にその時に判断したいと思っております。もう一つお願いします。不要不急の、市外への往来について、やはりちょっと
今日も、ホームページで、市からのお願いというのを拝見しましたけれども、今一つ市民には具体的にどういう行動を取ればいいのかというのが分かりづらいかと思うんですが、昨日市長がおっしゃったように、生活維持するための最低限のものなのか、もう少し踏み込んで、実家に帰る、家族に会いに行く、その程度は許されるのか、どの辺を線引きすればいいのか、もう少し具体的に示される考えはないでしょうか。市としましてはですね、できましたら生活を維持する上で、最低限必要なもの以外はですね、ぜひお控えをお願いしたいというふうに思っております。家族に会いたいというお気持ちも十分理解するところでありますけれども、どこまでもちろん続くかわからないんですが、この感染拡大、国内においてですね、感染拡大がまだ続く状況でありますので、この間は生活維持の上で、生活を維持する上で、最低限必要なもの以外は、なんとかお控えをお願いしたいというふうに思っております。では確認でありますけれども、最低限の買い物、それから必要な仕事、そういったもの以外は極力もう出ないようにしてほしいということでよろしいですか。はい、その通りで考えております。はい、はい、ありがとうございます。マルティです。小学校、中学校の入学式控えてますけれども、入学式の規模を、どういった流れになるのか、また新入生、小学生と中学校の新入生が、どのような形でこう学校にこの通うような形になるのか、登校日なのか、再開日なのか、そのあたりのスケジュールをお聞かせ願いますでしょうか。はい、明日、中学校の入学式があります。予定通り規模を縮小して実施したいというふうに考えています。規模縮小と言いますのは、具体的には在校生は出席はしないというような形だったり、また来賓等もですね、もう教育委員会が代表で出るといったような形とか、挨拶等もですね、それから祝辞等につきましても校長の祝辞のみとかですね、そういった形で2、30分程度をですね、考えております。その中には、校歌を歌うとかですね、そういったことについてはできるだけ、避けたいというふうに思っております。入学式後に、新入生は次の学校に通う日は登校日という形になるんでしょうか。はい、16日の登校日になります。でその次、授業再開でそのまま学校での生活が始まるという23日です、ね、予定ではですね。ありがとうございます。確認なんですけども、中学校の入学式は明日予定通り、はい、小学校は明後日、明後日予定通りですね。希望縮小してやります。両方とも、はい、それ入学式は やった上で休校すると。はい、一応臨時休業という形はもう明日から、明日の午後から入ります。休業するけども、はい、入学式は両方とも予定通りやることは、中学校の入学式は臨時休業の休業に入る前にやることになります。小学校は臨時休業に入ってやるということになります。ここはお願いしましょうか。すいません、市長、お子さんをお持ちの家庭の方で、今日急に発表という形になってですね、この会見を見られていない保護者の方はまだ知らないという状況なんですが、今後はこの休業決定を保護者の方、市民の方々にどのような形で今後周知徹底、理解という形に考えてますでしょうか。学校へのそれを受け、私の方から初めに答えさせていただきます。本日ですね、この後校長のですね、停電等でですね、臨時休業について、伝えたいというふうに思います。ですから校長先生方には今夜中に伝わります。
明日ですね、具体的には先生やそれから生徒の皆さんには直接校長先生の方からお話があるという形になります。まあ、それによって、保護者にもですね、教育委員会がプリントを準備することになると思います。その臨時休業のですね、プリントを持って帰って、保護者の方にお渡しして、臨時休業のお知らせをですね、期間等についてお知らせをすることになります。はい、まあ、ということで、明日の登校に関しましては、授業があると普通に思っていらして登校されてもしょうがない形で、学校給食も出ますし、下校時間についても本来の下校時間等で柔軟に対応されるというふうにお伺いしてますので、明日の登校については子どもさん等には問題はないかと思っております。で、今後の方針につきましては、明日準備される、教育委員会で準備される資料等でですね、保護者の方にはお伝えをするということになると思います。はい、ありがとうございます。はい、よろしかったでしょうか。読売新聞の平島といいます。先ほど入学式は予定通りやるということだったと思うんですけれども、中学生 の在校生は明日はもともと登校する予定だったのか、それともそうではなかったのか教えていただけますか。明日はですね、平常通りの授業をやる予定でしたので、子どもたちはそういうふうに思っていると思います。明日の朝、今日のもしニュースで知る子どもがいれば、分かってる子、分かってて登校する子もいると思いますけれども、明日知る子もいるんではないのかなというふうに思います。ということは、入学式の方にはもう新入生のみと、保護者の方で、もう校舎の方では、在校生の2年生、3年生の方が通常通りの授業をして、そこで明日、明日コース、午後以降の休校について説明されるというふうになるんですか。ですね、もともと規模縮小して、実施するということはもう前から伝えておりますので、それについてはもう理解していただいているものというふうに思っています。ありがとうございます。他にはございませんでしょうか。申し訳ありません。市のホームページの方で小中学校の対応というページがあるんですけれども、今ページが何も見れてない状況にあるんですが、これを今夜中に保護者の方々に周知のためにアップしたりとかする予定はありますでしょうか。 しますということで、はい、そのようにしたいと思います。他にはございませんでしょうか。では、それでは本日の記者会見をこれで終了させていただきたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございました。